今回の INZM ハイパーバンドライブバージョンを通してナンバーアンダーライン愛は私たちに限界を超えて常に進化し続けるという強いメッセージを届けてくれました。音楽は感情を揺さぶり時には人生を変える力を持っています。そしてその力を持ったグループの一つがナンバーアンダーライン愛です。彼らはただのアイドルではなく音楽アーティストとしての道を進み始めました。 彼らの進化は、ファンにとっても感動の連続であり、音楽シーン全体に衝撃を与えています。n o ーアンダーラインアイのメンバーである平野翔、神宮寺優太、岸優太はそれぞれが個性的でありながらも、一つのユニットとして完璧に調和しています。その一体感は、彼らが共有する強い情熱と目標に裏打ちされたもので、ファンを引き込まずにはいられないパフォーマンスを生み出しています。特に新曲、 INZM では、その進化が顕著です。生バンドとの共演により、これまでのアイドルとしてのイメージを払拭し、ロックとダンス、そしてラップが融合した新たなサウンドを展開しています。ファンからの反響も大きく、どこか懐かしさを感じさせるギターとドラムの音が、かつてのバンドブーム世代にも刺さると評されています。親子3代でライブを楽しみにしているファンの声や、アラフィフ世代が、 第二の青春が始まったと語るほど、その音楽の持つ力は幅広い層に支持されています。この進化を支えるのは、メンバーの高い音楽性とパフォーマンス力だけではありません。彼らが所属する事務所やクリエイター人のサポートも大きな要因です。ナンバーアンダーライン愛は、ただ楽曲を提供されるだけでなく、自分たちのやりたいことを実現できる環境を手にしています。これこそが、 彼らのパフォーマンスにさらなる深みと情熱を与えているのです。ファンが感じる、3人が好きなことをやっている、という喜びは、単に音楽を楽しむだけでなく、彼らの成長とともに歩む感覚を共有しているからこそ生まれるのです。INZM の MV でのパフォーマンスも、ファンにとっては新鮮な驚きでした。これまでダンスを中心に見せてきた彼らが、バンド編成で楽器を演奏しながら歌う姿は、 アイドルグループの枠を超えた挑戦として大きな話題を呼びました。特に、3人が向かい合って歌うシーンは、視覚的にも感動的であり、ファンからは、エモすぎるとの声が相次ぎました。この新たなスタイルは、ナンバーアンダーライン愛がただの流行に乗るのではなく、自分たちの道を切り開いていく姿勢を示しており、彼らがアーティストとしてさらに成長していく予感を抱かせます。このように、 ナンバーアンダーライン愛の音楽はただ聴くためのものではなく体験そのものです音の一体感メンバー同士の調和そしてその裏にあるストーリーがファン一人一人に強く訴えかけてきます3人の声が織りなすハーモニーは曲ごとに異なる表情を見せその都度新たな魅力を引き出しています特に INZM のラップ部分での神宮寺雄太のパフォーマンスは多くのファンから絶賛されており その才能が再評価されていますファンからのコメントには彼らが誰の真似をするでもなく自分たちの道を進んでいるという声が多く見受けられまさに唯一無二の存在としての地位を確立していることが分かりますさらにナンバーアンダーライン愛はその音楽性だけでなくメンバー一人一人の個性も大きな魅力です平野翔の力強い低音や神宮寺雄太の繊細かつ大胆なパフォーマンス そしてガン・ユータの独特なノリとラップは、それぞれがグループの中で欠かせないピースとなっています。この3人が揃うことで、他にはない唯一無二のサウンドが生まれているのです。ファンの間では、彼らの進化に毎回驚かされる、という声が多く上がっており、次に何を見せてくれるのかという期待感が絶えません。彼らの新しい挑戦は常に予想を超え、ファンを新しい体験へと誘います。その一方で、 彼らが持つ素朴さや謙虚さもまた、ファンに愛される理由の一つです。どんなに成功しても、常に感謝の気持ちを忘れずにいる姿勢は、音楽業界においても希少なものと言えるでしょう。そして、ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただその場限りの流行に終わるものではありません。彼らのサウンドは、時代を超えて愛される可能性を秘めています。80年代や90年代のロックに影響を受けたサウンドが、 現代のの音楽シーンに新しいい風を吹き込んでいるのでるす特にギターやドラムのリズムが心地よくどこか懐かしさを感じさせながらも現代的なアレンジが加わっていることで幅広い世代に訴求する力を持っていますまたナラインアイのパフォーマンスはライブでこそその進化を発揮しますファンの中にはライブチケットが手に入らず落ち込んでいたという声もありますが その MV を通じて元気を取り戻したというエピソードも多くあります。彼らのパフォーマンスは映像を通じても十分にそのエネルギーが伝わり、見るものを引き込む力があります。それは単なる技術や見た目だけではなく、彼ら自身が音楽を楽しんでいるという純粋なエネルギーが観客にも伝染するからに他なりません。こうした彼らの成功は決して偶然ではありません。ナンンバーアンダーライン愛は ただの偶像ではなく、音楽に対する真摯な姿勢と、常に新しい挑戦を求める精神によって、ここまでの道を切り開いてきました。ファンはその成長を目の当たりにし、一緒に喜び、時には涙を流しながら彼らを応援してきました。この相互の信頼関係が、彼らの音楽をさらに特別なものにしているのです。ナンバーアンダーライン愛の未来は、まだまだ未知数です。しかし、 彼らがこれまでに見せてきたパフォーマンスや楽曲制作の質を考えれば、今後さらに大きな成功を収めることは間違いないでしょう。彼らの音楽は、ただのエンターテインメントではなく、人々の心を深く揺さぶる力を持っています。そして、その力はこれからも多くの人々に影響を与え続けることでしょう。ファンの期待は高まる一方です。次に彼らがどんな作品を届けてくれるのか。 そしてその作品がどんな新しい感動をもたらすのか、待ちきれない思いでいっぱいです。彼らの音楽が、今後度。先日公開されたナンンバーーアダインア i の新曲、INZM、ハイパーバンドライブバージョンのミュージックビデオ、もうチェックしましたかいつものキレッキレのダンスナンバーとは一味違う、ロックテイストあふれるバンドサウンドにどぎもを抜かれた方も多いのではないでしょうか ?MV では、爆音の中、 楽器をかき鳴らし、熱く歌い上げる3人の姿が映し出されています。力強くも繊細な歌声、息の合ったバンド演奏、そして全身で音楽を表現する姿は、まさに圧巻の一言。彼らの情熱とエネルギーが画面越しに伝わってくるほどです。今回の INZM ・ハイパーバンドライブバージョンを通して、ナンバーアンダーライン愛は私たちに限界を超えて、 常に進化し続けるという強いメッセージを届けてくれました。この MV を見たファンの皆さんの熱いコメントからも、ナンバーアンダーライン愛の新たな魅力に心を奪われた様子が伝わってきます。鳥肌が止まらない。何回もリピートしてしまう。ライブで聞きたい、そんな声が聞こえてきそうですよね。この新たな挑戦は、決して簡単なものではなかったはずです。しかし、彼らは持ち前の才能と努力。 そして揺るがぬ絆で、見事に INZM ・ハイパーバンドライブバージョンを作り上げました。この MV は、彼らの音楽に対する真摯な姿勢と、さらなる高みを目指す強い意志を感じさせてくれます。ナンンバーアンダーアダライン i の魅力は、そのパフォーマンスの幅広さにもあります。初心ラブで見せたキュートでフレッシュな魅力、ドミノで見せたクールでセクシーな魅力、そして今回の INZM ・ ハイパーバンドライブバージョンで見せたワイルドでロックな魅力。どんなジャンルも自分たちのものにしてしまう、彼らの底ポテンシャルには、本当に驚かされます。彼らの挑戦は、私たちファンに勇気と感動を与えてくれます。夢に向かって努力すること、自分らしく輝き続けること、そんな大切なメッセージを、彼らは歌とパフォーマンスを通して伝えてくれるのです。これから先も、 ナンバーアンダーライン愛は私たちをワクワクさせてくれるに違いありません。彼らがこれからどんな景色を見せてくれるのか、どんな夢を実現していくのか、期待で胸が膨らみますね。